毎日カレー動画をお届けしている、そんなチャンネルとなっております。よですね、ベジ&スパイス神田さんに行ってまいりました。こちらのお店は京急蒲田駅から歩いてすぐのところにありますスリランカカレーのお店でございます。このエリアも結構カレー屋さんが少ないエリアなのでね、結構重宝されるそんなお店となっております。それではご覧ください。本日のカレードン。こちらが神田さんのメニュー表。メニューの方はプレートが3種類で、ライスの方を選ぶスタイル。卓上のプレートにて本日のカレーとトッピングの方が書かれており、オプションでカスタマイズしたりセットの方もあります。そして丁寧に食べ方も書いてあります。本日は神田スペシャルプレートをチョイス。スパイス惣菜の方が6種類しっかりと盛り付けられており、カレーの方はチキンカレーとエビカレー、そしてデフォルトのポテトカレー。トッピングで半熟味玉と青唐辛子をチョイス。それでは本日もいただきます。まずは本日はチキンカレーの方から。キリッとした辛さで本日もうまし。エビカレーとポテトカレーの方はマイルドで食べやすいタイプで、そして食べ方に書いてあった通りに、まずはスパイス惣菜の方をそれぞれ食べてみると、それぞれがカレーを引き立ててくれそうでワクワク。パイナップルも入っているので甘みもあり。お次にライスの方をカレーと食べてみたり、それぞれのカレーの具材の方もごろりと大きめで、エビのプリプリ感、ポテトのごろっと入ったホクホク感も嬉しい限り。そしてチキンカレーの方をまずはかけてみて、そのままライスと食べてみたり、チキンと食べてみたり、その後はエビカレーの方もお皿に盛り付けて2種盛りが完成。チキンカレーとエビカレーの方をそれぞれ混ぜて少し食べてみてもまたいい塩梅。そしてお惣菜を食べてみたり、パパドの方をパリパリ割って食感をプラス。一口一口味変していくのを楽しんでみたら、お次はポテトカレーの方もお皿に盛り付けてみて、さらにまろやかにして食べてみる。そこにトッピングした青唐辛子の方をプラスして、半熟味玉の方を乗せると最終形態。まろやかになってみたり、青唐辛子のキリッとした辛さが立ってみたりと、食べ応え十分、楽しいわんぱくな一皿。楽しんでいる間にあっという間の完食。本日もごちそうさまでした。幅広い層の方におすすめ。本当にネットに書かれている点数って本当に当てにならないなと思いまして、僕個人的には本当にもっと高くてもいいんちゃうかなっていうようなお店でございました。カレーもそれぞれ美味しいですし、尖った感じというよりかは皆さんが食べやすいように設計されている、そんなカレーと副菜で混ぜても美味しいですし、混ぜなくてもね、食べやすいように作られているので、個人的にはすごく初めての方なんかは、あ、美味しいなって思いやすいですし、これいろいろどんどん食べてみたいなって思える、でそんなワンプレートとなっておりました。混ぜるのもいいですし、今回エビとチキンがなかなかの個人的にはナイスチョイスだったなと思いまして、ポテトのねカレーもついてきますし、内容量的にも満足できるので、すごくおすすめのカレー屋さんでございました。はい、というわけでカレーに虜の生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日。バイバイ。